NHK で維新の政党支持率が下落、共産に抜かれてたまあ、それにしてもね、まあ、昨日はあの日経平均株価がね、まあ、史上最大の下げ幅を記録したと、このブラックマンデーを超えたっていうね、えー、これ37年前なんですかね、ようわかんないですけど。 まああの1987年のブラックマンデーの時を超えたというぐらいのまあ下げ幅を記録したということでまあこれもね僕はやっぱりその政治と金の問題というかやっぱりその岸田首相がですねえー、貯蓄から投資へというふうにまあ投資を煽った責任というかねあの新任さをですねまあ進めてたとね いう責任っていうのは僕はあるんちゃうのかなっていうふうに思うんですけども、まあその昨日もね言ってたんですけども、まあ昨日8月5日はですね、この NHK の世論調査もあったっていうことで、それ僕忘れてたんですけど、まあ大体 NHK で第2週のあの月曜日ぐらいに世論調査、 いうのをやってたと思うんですけども、まあ、8月ってね、来週からお盆休みに、あのー、なるんですかね、来週がもう12日ですかお盆休みに入ってると思うんですけども、まあ、だからかなんか知りませんけども、昨日 NHK 世論調査もあったと。 で、昨日はですね、JNN 世論調査、TBS の JNN 世論調査ではですね、岸田内閣の支持率が30%と、えー、久々にこう3割台に回復したっていうのがね、まあ、出てたっていうのも、まあ、それも昨日、えー、朝方喋ったんですけども、ただですね、あの、岸田首相は交代すべきっていうのが7割っていうね、でどないやねんっていうね、 続けて欲しいのか、こうやめて欲しいのか、ようわからへんなっていうね。 と、えー、いうのもあったと言ってたんですけども、まあ、NHK の世論調査では、ですね、えー、岸田内閣は支持するが25%で、支持しないが55%とで、支持するが25%というのは、ですね、まあ、先月と、えー、変わらなかった、先月も25%だったということでね、でまあ、支持しないと答えた人が2ポイント下がっていると、えー。先月は 57%だったんですかね。ね今月は55%なんですけども、まあ、どっちにしてもダブルスコアで支持しないのが上回ってるっていうね。 で、まあ、有権者は何考えてるのかな、みたいなね、この岸田内閣の指示が JNN でも3割台とかってなっててですね、まあ、言うてたんですけども、ただ、えー、この間ですね、やっぱ定額減税っていうね、1、えー、家族4万円ぐらいでしたかね、なんか、まあ、それぐらいの定額減税の効果っていうのがあったのかな、 っていうのがまあそういうのがまあ推測できるかなとただでもこれがまあ今後ですね、えー、岸田内閣の支持が上がり続ける要因になるかというと僕はまあならへんかなというふうにまあ思いますけどもねまあそういうのが出てたとと、まあ、いうことでですねまあただあのこれも岸田内閣の支持がまあ NHK では変わらなかったということで、えー、まあ、それもね、まあ、今後自民党総裁選に向けてですね、どうなっていくのかなというのは気にはなるんですけども、まあ、ここ、NHK ではですね、誰が、ね、岸田氏を辞めるべきとかそういう質問というのはないんですけどもね、うん、まあ、ただ僕はやっぱ気になったのが、やっぱ政党支持率ですね。えー、これ、まあやと、野党、 自民党なんか29.9で、前回から1.5ポイント上がっててですね、で立憲民主ーは5.2%で、先月から変わらずと、またでもここからですねびっくりするのが、やっぱり維新が2.4%で、えー、先月からマイナス1.2ポイント下落してると、まあ、この下げ幅が大きいなっていうね、もう 平均のこのの下げ幅っていうのも、もうえらいこと、機能になりましたけども、維新のこの下げ幅っていうのもすごいことなってるなと、でこの2.4%という維新の政党支持率は、ですね今回、共産党が2.6%ってなっててね、だから、まあ共産がですね維新を抜いた形になってるっていうね。共産党は になってるんですけども、それは、共産党は先月とは変わってないと。プラスマイナスゼロで、共産党は先月も2.6で、えー、今月も2.6だったと。で、維新だけがですね、2.4%と、 大きく、えー、下げてて共産にも抜かれてるっていうねまあ、そういう有様であるっていうのがやっぱこう注目すべき昨日の NHK の世論調査で注目すべきポイントかなっていう風うにまあ、思いますね、うん、でまあ、あと国民民主なんかも0.8で先月からマイナス1.3ポイント 下げててですねやっぱ国民民主党ももう全然、なんかあかんというか、立憲民主党なんかね、国民民主党とまあ連携すると、うん、ことで、なんかあのいろいろ話したっていうのがニュース出てましたけども、立憲民主党泉さんとね、えー、国民主党玉木さんですかね、えー、っていうのがニュース出てましたけども、でも国民民主党も維新より以上の下げ幅で、えー、0.8っていうね、うん まあただ、国民民主党っていうのは、選挙区で強い人っていうかね、玉木さんもそうですけども、選挙区で強い人がちらほらいるからですね、ああなんていうんですか、まだその辺は価値はあるのかなと思うんですけども、ただ、維新なんかは、本当にもう関西だけっていうかね、他の地域で強い、 候補者っていうのがいるかっていうと、いえ、そんないないと思うんですよね。で、その、大阪え、関西でもですね、この間のえ、河内市、河内長野市で行われた大阪府議補選ですよね。まあ、そこで維新はですね、あの、 ま、自民系の候補者に4000票の大差をつけられて負けたっていうのはこの間で、まあ、そこでもね、河内長野市っていうとこは、吉村府知事のですね、まあ、地元でもあると、出身地でもあるっていうことで、なんですけども、ただ、河内長野市長選ではですね、維新は候補者立てられなくて、この間の大阪府議補選河内長野市ではですね、えー、あの、維新が、 大差で、えー、自民系の候補者に大差で負けたっていうね、やっぱその足元の大阪ですらですね、まあ、だんだんあのー、危うくなってきてるっていうね、えー、維新の幹事長の藤田幹事長がいる、えー、大東市というところでもですね、大東市長選でも維新の候補者が負けたと。でまあ 維ってと、いうところもあるんですけども、そこも藤田幹事長の、まあ、地元でなんですけども、えー、寝屋川市長選でも維新の候補者がです、ね、大差で負けたと、まあ、いうのがあったりとかしてです、ね、でこの足元、維新の牙城である大阪でも、ですねだんだん怪しくなってきているかなと、でやっぱりまあ今年ね、まあ、衆院選がある可能性がまあ高いと言われてるんですけども、まあ、その維新は国政選挙でどうなるかというと、共産党 ただ、にも抜かれた形になってる2.4%っていうね、これ、NHK によると維新がです、ね3、維新の支持率が3%を切るのは、えー、岸田内閣が発足した3年前、2021年10月の調査の1.8%以来ですと。 まあ、ということでね、これ3年前ということですから、これ、維新が急激に政党支持率を伸ばしたのは、去年の統一地方選ですよね。えー、2023年の統一地方選、4月の統一地方選以降なんですよね。でそこで急激に、えー、政党支持率を伸ばしてですね、一時期は立憲民主党を抜いたりとかしてね、まあ、本当と野党第一党だ、みたいなね。 えー、維新の、あの、馬場代表とか吉村さんとかも言ってたと思うんですけども、それが一気にね、もう、えー、勢いが落ちてきてると、3年前の1.8%よりも、えー、3%、 切ってると1.8%以来と2021年のね。まだ、えー、2%あるんですけども、ただこれも時間の問題かなと、あの、いう感じがするかなと。もう、先月からマイナス1.2ポイント減らしてるわけですから、次またマイナス1.2とかってなったらね、本当に偉いことになるんちゃうかなと。え、ね、来月も1.2ポイント減らしたら、 1.2%になるかもしれないということでね。で、まあ、これは何が原因かっていうと、やっぱ万博の問題もそうですしね。で、今、兵庫県知事の斉藤知事のこのパワハラ疑惑、えー、なかなか、しかも斉藤知事が辞めないっていうのもね、まあ、それも影響してるんちゃうのかなと。で、まあ、この間、維新はですね、まあ、他いいとこを見せてないっていうね。うん で、まあ、この医師の創業者的存在でもある橋本さんもですね、もう最近は医師に対して、なんかすごく厳しいことを言ってるとまい、あ、うのもあるかもしれへんなっていうね、やっぱり医師離れ、 っていうのがまあ進んできてるのかなっていう感じもしますね。うん、でまあ、共産党は2.6でま維、あ、新を抜いたということで、まあ共産党はまあ、まあ、堅実にというか,か先月から変わってないっていうのもあってですね。なんやかんや言って共産党はその固定的な支持層があの根強くあるんだなというふうに思いますけどもね。でまあこの。 NHK がですね、立憲民主党の代表選の野党連携のあり方はっていうふうに、まあ、あの、変えてるんです。野党連携を深めるべきだがですね、深める必要はないと、深めるべきだが28で、深める必要はないの13%を上回ってると。で、ね、どちらとも言えないが51%ということなんですけども、まあ、やっぱりね、この野党連携に関しても、まあ、 今、立憲民主はね、あの、国民主党を進めてるってあるんですけども、やっぱ共産党ともね、あのー、考えていかなあかんのちゃうのかなと、うん。 まあ、維新ともね。まあ、維新が本当になんか分裂してもおかしくないかなっていうね。こんだけ下がってくるとね。まあ、そこを立憲民主がうまく救えるかっていうね。まあ、そうなったら面白いかなと思うんですけどもね。まあ、とにかくもう維新がもう本当にダメになってきてるなっていうね。まあ、感じがするかなっていうね。 のがあの、昨日の NHK の世論調査での、こう、まあ、注目点かなっていうね。でまあ、自民党総裁選もこのままで行くとですね、岸田さんが続投する可能性っていうのが、まあ、高くなってくるのかなと。まあ、内閣私立自体は上がったりとかしてね。 でまあ、個別の質問ではです、ね、岸田首相を辞めるべきというか、ね、自民党総裁選で新しい、えー、総裁に変わるべきだというのがあの高かったりするんですけども、まあ、どうなるのかなと、でまあね、公,明党公明党はです、ねまあ、先月から0.2ポイント高い3.3%で、まあ、維新は公明党にも負けてると、立憲民主党にも大差をつけて負け,負けてるということでね、まあ、維新が危ういと。 ま、ただ公明党もね、昨日の福岡県の中川、えー、市長選ではですね、公明党が単独推薦した、えー、新人の候補がですね、負けたっていうのもあったりとかしてですね、まあ、公明党にも不安要素があるのかなというふうにも思いましたけどもね。チャンネル登録よろしくね。